高木敏子作武部元一郎へガラスのウサギなどを読み直してみる。エドガー・ライス・バローズのルイ・エンジン・ターザン火星シリーズはとにかくかっこよかった。それは私にとっては武部元一郎の表紙挿絵によるところが多い。ロン・エリーのテレビドラマワイズ・ミューラーのハリウッド映画ターザンは密林の王者だった。幼稚園・小学校の仲間は 紐のようなものをぶら見つけるとあああああと言って弾みをつけてぶら下がったものだった早川 SF 文庫で当時ターザンシリーズのみが黄色い背拍子で購入できると本棚に溜まっていくのが楽しみであった最近ディズニーがたくさん制作費をかけてこけてしまったジョン・カーターが主人公の火星シリーズももう映画の続編は作られ前が大好きである 高木敏子作「竹部元一郎」へ「ガラスのうさぎ」これも挿絵抜きには語れない傑作大橋博之 SF 挿絵画家の時代のページを広げて並べた。